こんにちは。本日は、特別な船の進水式の様子をお届けします。三菱重工マリタイムシステムズ社が建造した最新鋭の巡視船、五島が、ついに進水しました。この巡視船は、日本の海上保安庁向けに特別設計されており、日本の海を守る新たな力として期待されています。そのスペックと機能、進水式の舞台裏まで詳しく見ていきましょう。南西諸島の防衛と中国の圧力に対抗するために設計されています。この船は高速であり、最大24000馬力のディーゼル機関を備えて、25ノット以上の速力を発揮。これは悪魔的です。去る2024年8月8日、三菱重工社のグルループの造船企業である三菱重工マリタイムシステムズ社の三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、新造中の巡視船の進水式が挙行された。三菱重工マリタイムシステムズ社は、かつての三井グループに属していた重工業企業の株式会社三井 &S を前身とし、2021年11月に、その艦艇及び観光庁向けの船舶事業を買収して成立した経緯を持つ企業である。こうして生まれた三菱重工マリタイムシステムズ社、そのグループ企業でもある三菱重工社、ジャパンマリンユナイテッド社の3社に、現在は日本の海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造は集約された形と言っていいだろう。このような海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造を請け負うにあたっては、当該企業には、その建造を行い得る技術的な能力のほか、これまでの実績、経験や知見も問われるため、しばらくは、この体制が続くと想定されている。そんな三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、この度進水を迎えたのは、海上保安庁向けに建造が進められてきた、宮古型巡視船の5番船にあたる船舶で、船名は五島と名付けられた。海上保安庁向こうに所属する巡視船の場合、船名のネーミングは、それが配属される地方、海上保安庁の中で、全国を11の管区に分けて運用されているの地名を名付けるのが慣例であるため、おのずと、今回の五島の配備先も予想できる。それは、五島の船名が、長崎県の五島列島に由来することから明らかであると思われ、福岡県の北九州市門司区に本部を置き、山口県の西部や、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、そして熊本県の有明海までを管轄する、第7管区で間違いないだろう。今回の五島に先んじて建造された宮古型巡視船は、そのルールに準じて、1番船の宮古が宮古島のある第11管区、2番船の大隅が大隅半島のある第10管区、3番船の八重山が八重山諸島のある第11管区に配属されている。なお、宮古型巡視船の4番船である奄美は今年2024年1月に進水を迎えたばかりで、配属は来年度の2025年度になると目されているが、こちらも奄美大島を管轄する第10管区の配属になるものと考えられている。これまでの5番船、五島まで含めた宮古型巡視船5隻の建造元は、3番船の八重山をジャパンマリンユナイテッド社が手掛けたのみで、他の4隻は、旧株式会社三井 &S とそれを引き継いだ三菱重工マリタイムシステムズ社が行っている。そして、今回の5番船、五島を含め、これまでに建造が行われた宮古型巡視船5隻は、すべてが、第7管区、第10管区、第11管区と九州から沖縄にかけての管区に配備されることになっており、自衛隊同様に南西諸島方面の体制を厚くする方針が感じられる。それは、言うまでも、なく、中国が尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島方面への圧力をますます強めていることへの対処、対応を迫られているためという点は間違いなく、中国の拡張政策が改まらない限り、残念だが、この状態が解消されることはないのだろう。さて、今回の5番船、五島を含む宮古型巡視船だが、総トン数が約3500トン、全長が約 117.0 メートル、全幅が 14.8 メートルの船体に、機関部には、
ヤンマー社製の 8EY33W ディーゼル機関を4機搭載しており、最大で出力24000馬力、速力25ノット以上を発揮するとされている。海上保安庁の巡視船としては、中型以上の規模を持つと言ってよいと思われ、兵装も、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲を2機搭載しており、その点からも、巡視船の中では、かなり強力な部類に入ることは確実である。この他の装備として、都型巡視船は、遠隔用の放水銃や艦尾部分には、回転翼先用の飛行甲板も備えており、その格納コスペツは設けられていないため、常時回転翼機を搭載しての任務は困難だが、必要に応じ発着艦をさせられる仕様となっている。都型巡視船の一番船にして、ネームシップの都は、旧株式会社三井&Sの玉野市の造船所において、2018年2月に寄港されており、この年や3番船の八重山が、今年2024年2月に第11管区に配属されたことから、新しい巡視船を目指したであろうことが伺える。ただし、都型巡視船の船体の規模は、1996年3月に寄港され、わずか1年半後の1997年9月に配備が行われた巡視船、伊豆とほぼ同様だが、同船は、他に姉妹船は派遣造されず、その一隻のみに止まり、今も就役を続けている。巡視船、伊豆は、総トン数が3768トン、全長が 110.4 メートル、全幅が 15.0 メートル、の船体を持ち、これに、機関部には、ピルスティック 8PC に、6リッターと U ディーゼル機関を2機搭載し、最大で、出力12000馬力、速力で21ノットを発揮すると公表されている。先の都型巡視船の仕様と伊豆との数値を比較してみると、船体の規模的にはかなり似通っていることは間違いないが、機関部は、前者が最大出力で2倍、これを活かし、最大速力でも、4ノット以上高速となっている点が大きく異なる。そもそも、巡視船、伊豆は、1995年に生起した阪神淡路大震災の教訓をもとに、今後起こり得るそうした大規模自然災害時において、海上保安庁側が、的確な現場への指示を行うべく、通信、指揮、物資運搬の3機能を充実させる巡視船として建造された。また、これらに加え、巡視船、伊豆は、海上、海中における救難能力を強化した潜水指定船としての側面も合わせ持ち、その任務に必要な潜水士及び必要な機材、そして海底の地形操作用ソーナーをも完備した特殊な巡視船でもある。これに対して、海の5番船、五島を含む都型巡視船は、船体の規模こそ巡視船、伊豆に準じているものの、ことに2000年以降、南西諸島方面への圧力を強め続けている中国側に対抗すべく、領海の警備に重点を置いた汎用的な巡視船として建造されたと言えそうだ。ちなみに、都型巡視船は、海上保安庁が現有し、運用中の巡視船の中でも、各種の物資を大量に搭載できることから、長期間に及ぶ稼働にも適しており、同巡視船をベースにした大型練習船の陸久慈間も、今年2024年7月に就役している。南西諸島における中国側への対策としては、海上保安庁では、2016年3月に、尖閣諸島の周辺の領海を専従で警備する体制の構築を行っており、総トン数が3200トン級で、回転翼機1機を常時搭載可能な津軽型巡視船2隻と、総トン数で1700トン級の国が身型巡視船10隻を集中配備している。海上保安庁では、こうした巡視船の強化と運用以外にも、2021年10月から、アメリカの GAASY 社の無人航空機である、シーガーディアンをリース契約で配備、昨年2023年5月には、同機を3機体制とすることで、海上監視体制の拡張も並行して進めている。この3機体制でのシーガーディアンのリース運用によって、
その有用性を確認できたことから、今後、海上保安庁では、2025年度中に2機を追加することを決め、今後は、これまでのリースではなく、購入へと契約体系も改めることが報じられている。海上保安庁におけるこのシーガーディアンの運用拠点は、これまでは、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれていたが、南西諸島方面へより注力する方針もあり、今後の追加分を含め、以後は、福岡県の北九州空港を拠点として運用することが見込まれている。ただし、現在、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれているシーガーディアンの拠点では、同機の操縦そのものは、製造元の GAASY 社に委託されており、今後、こうした部分も内製化する必要があるのではないかと個人的には感じている。